お前さんに抱かれて死ぬ時、鉄は相手の名を言わなかったんですか。客人、知ってるんでしょう。あっしもヤクザの端くれだ。それを知ってりゃ打つ手は知ってますよ。工事もあるんだけど、あてねえ。あいにくだったな。用がなけりゃ帰れ。この顔の傷は何だ。てめえたちは仏になった男の顔に歯引きやがったな。それがてめえたちの作法かい。え、土仙人の喧嘩ならこんな秀吉打ちでもいいのかよ。港で勝手なことされちゃったら出世だろや。バカ野郎、港は世間様のもんじゃねえか。てめえらヤクザに勝手させてたまるかい。何やに骨埋める決心つけてくれへんか。え、やれ。違うやつやりたまえ。君、あれだぞ。何だ何だ何だ。わしみての若造はそれほどまでに喜んで引きさせていただきます。わいは新座一家の冬村中門です。親方さんのご勝負をさせてもらいたいと思わんね。今港は大変な時ですけ。大変なのは港だけやない。日本の国全体が大きく揺れてんねや。自分の足元も立て直さんで何が社会じゃ。うちの力ではどうにもなら。貯金もます。お金やったらどんなことしてでも返します。お出かけさんになることだけは堪忍しとくれやす。こっち夫人、なんでワイの名義で50円も。ほっといて。気をつけてな。長いな。おじいさん、元気で。これ。なんこんなやつ。いいな。切ってる。兄。さ、風邪け。お前今日渡島のとこへ挨拶に行ったとやな。
なんぼお前かて。わしの小谷間たちに余計な真似したらあかんで。親分。わいら仇の衆をかぼてやってこそ、任居の看板を表張れる当世やおまへんか。今度の争いには、わいらどうも腑に落ちんことがおまんねん。銭当てがしてるよ、銭払ってはどこのもんだ。ここの塩っ気で育った男だよ、宮下。おめえもいい顔だったな。今の芝居もなかなかサビが効いてたぜ。安本衆、私はこの買い付けに命を張ってきてるんです。分かったよ。おめえの命は俺が買おう。なるほどね。他に頼もしい男性がいて、何にも言わないでキュー。これだ、うどんね。父さんが死んだ後、もしこんな時にかっちゃんがいてくれたらなって。そうね、俺はただ根っからのヤクザなんですよ。霧落として情けを捨て、惚れた女には縁がねってさ。一人茶碗の酒を汲む高な孤爵の体じゃあるが。これはまずいよ、ヤクザ君。社長、お迎えに上がりました。下がりましょう。こら、おお、若い衆、石津組はこの社長さんに虫けらのように扱われているんだ。この落とし目がつくまでは消さねえ。あんたたちも水産局長の代わりなんだから、私が社長の代わりでも構わないでしょ。こっちゃん、あんたに頼んでおきたいことがあるんだよ。ヤクザと一丁やるか。よし、やる。うん、鬼な、俺たちに看板じゃねえぞ。どんどん魚を飲んだ。どうだ、待った。なんだよこれ。
え、ちょっと見てもらえ。これだ、どうだ。短歌切ってしもてもええのんだっか。あんな風に言うてしもたら、息に感ずも情けに死ぬもままよ男が決めた道、たかが五尺の体じゃあるが、明日を夢見て燃え。沢瀬さんでお借りした一枚です。お調べになった上お納めになってくそれは足の口から言えっておっしゃるんですか。そう、私はあんたに恨まれこそする。分かった。あんた私が憎いか。花江さん、嫁の喧嘩、そうでいい、やります。みんな人にしめ、おっきい、おっきい、おその坊主、あっしは喧嘩売りに来たんだ。霧落として情けを捨てて一人茶碗の酒を飲む。大将官営業停止。営業停止？梅ちゃん、こいつは俺が今持ってる金の全部だ。3日間の出演料で足りないけど。胸に溢れ、情けに死ぬもままよ男が決めた道。とっつぁん、来んな。若、お前さんヤクザじゃねえんですよ。とっつぁん、仇じゃ喧嘩できねえの。我慢するんだ、ほんとこら我慢するんだ。親父さんは死んでまで我慢しなすった。肩身というものはそういうもんですよ。
おじきには世話になったけど、この天使は読めねえよ。俺は堅気になったんだ。よく存じております。だからこそ、お願いに上がったんです。運転手になるんだ。はいはい、飯や飯飯。はい。ラメタダモンとチャードメ。内緒にしててください。お、その傷はどうするんだ。金必要ないやん。わたと頼りにするぜ兄貴。おう、見て見て、あかんで。なんだと。あいつ、そやねんが、お前らの感情はまだ残ってんねで。うるせえ、こんなことはやつに持ってこい。家に持てこれな。うるせえよ、なんだ。やろう、なんだよ。もっとこっちましみ。おたけさん、あんた子供好きですね。てめえのガキの頃を思い出しましたね。先代がな、生きてはったらこんな寂しい出迎えはなかったろに。おじき、その話はもう。若旦那、すみません。あっしの留守中に医師官の真似がつまらない死に方を。何を言うんだよ、あやつ。謝らなきゃならねえのは俺のことや。若旦那。わかりました。手を引きましょう。本当ですか。その代わり、姉さんとは呼びませんよ。はい、次へ。九州です。九州は小倉です。都政縁持つ親はありません。生命の意義発します。中村新蔵です。やると決めたらどこまでも俺がやらない誰がやる。何も言うなよ、それから先は。やられた。父さん、私にも何も。歴史は、孫子屋に願いってやったんだ。なんで集中したがみんな話し合いに行こう。よう、どうぞ、どうぞ、どうぞ。さんはお父さんですか。そうだよ。ハンさんと差しでお話したことがあるんですよ。ちょいとお伺いしてもらわないか。顔さすな。ええ、何の用だ。いや、分かってます。ええ、ああ、まあまあ、まあ、待て。俺の話です。あなたが好きになったこそ夫婦になったんじゃない。芸者にもなってみたいと思うからなってみるだけ。その代わり、あなたの命は私のものだから、帰ってくるまで粗末にしないでね。憎いやつのお前ってやつ。
はヤクザですよ。だがね、暴力団の組長じゃねえよ。やると決めたらどこまでも俺がやらなきゃ誰がやる。何も言うなよ、それから先は俺が選んだこの道だ。どこで果てようと悔いはない。あ、やべ、もうあの看板だね。まだ一つ用意ないやと。おいさん、あっしは会社のね組長でした。大切な大門が暴力団の大門になる前に逆言ですが、杯。浜田。親子の仁義も守ってくれ、またバカな話よ。許したくない。長田組の後を継いでほしいんじゃ。身に余るお言葉ですけど、わしにはとっても、のうたまえ、決心ばしてくれ。あんたのためなら命は惜しまんと言うとりますき。まあ、惜しい惜しい惜しい。ようわかりました。どんさとなお前さん。戸畑行くんよ。え？戸畑行くんよ。あんた、わからんとね。Thank you.
入れ墨はつかんとですよ。でも綺麗、あの菊の花。綺麗やろが、菊がお前で龍がわして。責任は一切わしが取りますけ。あんたは何も知らんかったことにしといてくんない。島崎さん、どこが白組やっても土下なしても作らにゃいかんもんかな。はい、そう信じております。私の約束通り、俺のこっちの腕に下り湯を掘ってくれんな。なあ、それであんたがよかったら、ずっとこの若松に乗ってくれたらいい。もう隠し立てはせんけん。わしの命の恩人じゃっつってみんなに知ってもらったらいい。なあ。ちょっと命はそこなずにするやつは人間やなかぞ。己が人間やないっちゅうなら、俺も人間捨てちゃれ。死んでもらうぞ。おい、まず、お前が本堂に絡んだ小吉に惚れとるからやろ。小吉はお前の関わりになるようなお名前ないぞ。私、何からお話ししていいのか。私、お嬢さん、頑張っておくなさいよ。あっしはお嬢さんの幸せだけを祈ってます。4年前、立派な男になれってお嬢さんの情け腹いっぱい受けた足が、こんな姿で蹴ってまいりました。どうか許しちゃったもんね。九州の人だ。
浦賀屋さんに殴られてみたくなった。さあ。松吉君、これ以上死者は出したくない。今は甘んじて恥をかけ、自殺を待ちたいのだ。先生。先生も演説会の壇上で死ぬ気になって。ねえ先生。死ぬ気でもう一遍やり直しておくんなさい。あちらもお供します。